はい、ではね、前回の続きやっていきたいと思います。前回がすいませんでした。なんかネットが悪いのか、途中で生配信が途切れてしまって、いいムービーのところで途切れちゃったんで、まあその後、まあ一応キャプチャーの方では撮ってはいたんですけども、一応音声はヘッドマイクつけてると、音声まで録音できてないんですね、キャプチャー。ヘッドマイクつけるとどうしてもそっちが優先になっちゃうんで、そこで音声が止まっちゃう。なんで、再度、毎回画質がいいやつを再アップロードしてるんですけども、それっていうのは、いつも YouTube でアップロードし終わったやつを、そのまま、音声だけ持ってきて、それだけ持ってきてるんで、なんで、まあその辺で、ちょっと録画ができなかったと思うんですけど、録画ってか、途切れちゃったんですけどね、すいませんでした。はい、ということで、まあ続きやっていきたいと思います。前回のあまあでまあイリスと一緒にドライブするって話です悪いね。そろそろ行くさあ出皆無発のだね岬に向かうって感じですかね。行ってきたいと思います。よし出るかいいっすね、このイリスとの一緒のドライブは。この曲は好きだな、本当にテンション上がる。いいね、イグニスが運転して。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ形がオートっぽいよね。かわいいね、兄さんいイるリのスにが。5人乗れるし。本当だでよ。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るな。んなんだこのイケメン具合は。全員ついている頃だろうな。本当にホスト集団だな。これ写真撮れねえんだっけ。なんかすげえ撮りてえけど。遠いなー、やっぱ。ちょっと遠いよりは近い方がいいな。これ、ダメ。まあ、こんな感じか。やっぱイギリスが見たいな。あれ見て。あれね。有名なラバティオ火山。どこにあるラバティオ火山。あ、これか。はず？はず？そういうの詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。へえ。かわいい。やっぱイギリスを見たいよね。このイケメン具合がね、多分女の人は多分やってて楽しいだろうね、こんなイケメン4人がいて。イグニス、運転ありがとう。いや、他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。みんなできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。ああ、俺も運転はしたくねえな。あんまり好きじゃねえからな。あと何キロだ？あとどんぐらい？カイムの岬結構かかんだっけ？平気。あと3キロあんの。疲れるでしょ。と。グランプトと変わっていいぞ。うん、大丈夫。快適だよ。本当に？疲れたら言ってくれ。すげえなー。イリスもイケメン二人に挟まれてる。片っぽ兄貴だけど。王子の隣に座れるってね。まず3キロ。見てよあれ。どこ？飛行機士。また来やがったか。ああ、カエムの岬じゃなくてこっち行くんだって先。心配するな。来たわ。ボラリ基地を攻略する。もうカエムの岬行きゃいいじゃん。さっさとオルティシエ行ってルーナに会えばいいのに。なんだこの寄り道は。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。なんなん、いいよそれは後で。俺はここで待ってろ。うん、ノクト、少し敵の情報を整理したい。はい、一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。はいよ、チョコボ。
さて、あとどんぐらい？ 600 か。 600m。 とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえ。補給地点にするつもりだろう。叩いてそうはない。これどっちだっけ？左だっけ？まっすぐだっけ？なんか左だった気がする。てててれてててれてててて。前に来たやつと同じ？外観は同じだな。スタミナがもうない。チョコボの前より警戒してんだろうよ。望むところだ。イリス、大丈夫かな？心配ではあるが。いいよ別に一人で。平気だろ。ダメなら王子がそばにいてあげろ。それ。こっちから行くか。ガンガン戦いわけじゃないよね。そうね、ポーションとかなんか回復するだけだね、彼女は。早く終わらせて戻ろうぜ。これどうやって行くんだっけ、これ。ここ。どっから入るんだ。あ、どっから入るんだ、これ。こっからもうあと走るか。ありがとう、チョコボー。いや、なんか違う。こっちだった気がする。なんか。記憶が、正しければ。やばい、スタミナがもうない。走れない。やべえ、わかんねえ。どっちだっけ？どっちだったっけ？なんか違う気がする。こっちでもねえんかな。あ、こっちか。こっちだね。はい、終わり。ここ登るんだっけ？ここだよね。おい、いた。片付けてやる。どうだ。終わりで、上か。上行こうよ。なんか上な、なんか間違ってる気がする。上じゃない気がするんだけど。あ、でも合ってんか。で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捉えよう。巡哨、巡哨はどこだ？情報を得るためにもレイブスの下。人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？おいよ。帝国兵捕獲作戦開始。さあ、ボラリキチ攻略と行きますかね。もうさっさとカイムの岬に行きたいんだけど、こっち的には。カリコ巡章か。カリコ巡章を尾行する。カリコ巡章って、だから誰だよっていう。でも全然わかんねえし、だから巡章をなんか、尾行しましょうとか言われても、そのカリコ巡章やったら。これだから傭兵上がりは、連絡はまだつかない。誰だよ、こいつ。困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。あ、そうですか。奴に気づかれるな。はい、途中で敵に見つかると尾行失敗です。何？え？どういうこと？はい？もう倒したいけど。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡章に私を監視でもさせてるのか。巡章が居すぎじゃね？アラネアも巡章でしょ？カリガも巡章でし
まあ、順調ぐらいだと多分まあ何人かいるんだろうけど、その辺の相手国のその位を知りたいし、その誰がどのぐらい偉くてどういう人物なのかっていうそのバックグラウンドも描かれてないし、なんかもうちょいそういう深いところのストーリーまで欲しかったやん。え、どうすんのこれ。え、これ勝手に行っていいの？泣くと離れすぎた。あ、もう行っていいわけね。私と彼女を引き合わせて、彼に言わせれば人間的に信頼できると。いた。魔導兵なんぞを推進しておいてよく言う。で、どこ行った？いた。こっか。で、これが多分開けてくれるんでしょ、こいつ。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいました。あー、こいつが殺したん。あの兵上がりに先を越される前に、あれをこのカリノがジャレットを見つけ出さねばね。かー、手出すんじゃないよ、ジャレットに。タルコットはかわいそうだろう。どうすっかな、まだ移動しなくていいかな。あっちに移動しとくか。順調に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし順調が来たら奥へ通して。アラネア、あれアラネアと戦うんだっけ。そういや、あれ止まった。早く行ってくんねえかな。行け。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが殺すなよ。分かってる。いいんじゃない、もう捕獲。オッケー、よくやった。この調子で行こう。またかなんか。作戦開始の合図だ。ドクト、二人と合流しろ。はい。彼と移送する。よし、派手にやるか。派手にやりましょう。おい。おい。で、どこだ？こっちか。こっちだ。うおい、マドエネルギーをとりあえず壊したいんだ。え、周囲の敵を壊すんか。まずマドエネルギー壊しちゃった。さっき破壊終了。マドエネルギー、あれどういった。ガードなかなか変ねえな。相手22なんだけどな、レベル。こっちレベル70なんだけど。
当たってるなんか全然わかんねえ。おい、俺を殺す気か。悪い。で、あとどこにいる敵が。うおぉ、爆破しないでくれる。どこに敵が、あといるの。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。オッケー。何してんだノクト。危ないからやめてくんない。いいっす、合流か、これで。あらねやだ。なんでみんな女性キャラこんなおっぱいがでっかいん。かわいらしい顔。あなたもね。試してやるよ。あらねや、ハイウィンドウ。死ぬんじゃねえぞ。やりましょうかね。体験でいくか、久しぶりに。相手が速いから体験でしょ。体験食らう超食らう。弱点なんか体験、なんか来るよ。どこ行った。ガード、どこにいた。いた。テンペスト当たってる？当たってなくない？俺を殺す気か。体験当たんねえ。でも終わるし、終わり。 OK。 残念、時間過ぎちゃった。はあ、勤務時間もう終業。悪いけど帰るから。あ、そうですか、行っちゃうんすか。この後やったって一ギルにもなんなし。あらら、次また遊びましょう、かわいい王子さん。胸でかっ。はあ、何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。はい、ということで、まあアラネアさんでしたといった感じですかね。で、また船出の支度再開というところで、どうすんだっけ。カエムの岬に向かうんだっけ。カエムの岬に行くときってさ、またなんか行くんだよね、どっか。カエムの岬じゃなくて寄り道をなんかどっかに。やっつけたんだよね。まあ、なんかもう寄り道多すぎんだよ。いらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。なんか偉いな、偉い偉い、エロいな。みんなの部屋寄ってもいいかな。てん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 、なんでイリスと王子はこんな。いいなぁ、王子になりて。いいじゃん。なんだこれ。お、いいじゃん。これ私の写真だね。いい感じでしょ。うん。お、アラネアさん、これは将来はプロカメラマンになれるかもね。激カワでしょ。そこまでは無理だよ。激化でしょ、このイリス。本当に？いいキロ。よし。レガリア、どこにレガリア。いた。じ
はい、再開。それじゃあ出発。相手の力を知れただけでも良しとしてよ。ロキってやつはそんなんじゃなかったのに。あの時はコル将軍が仲間にいたからな。今回向いたら違ったのかな。もう一度手合わせに向いてる。なんかいい音楽がねえな。なんか買ってくれなかったな、音楽を。いろいろ全然買ってねえからな。15の曲ってどこで買うんだ。15の曲ネットで検索と。わあ、かわいい、このイリス。先に何かありそうな気がする。もしやここが話に聞いたマルマレームの森か。探し物が見つかるかもしれねえな。別に行かなくていいんだけどさ。これちょっと待って、今ネットで調べる。これ行かなきゃいけないの。これ行くとさ、カエムの岬。ファントムソードは手に入るだけだ。まあ、行くか、一応。じゃあ。寄り道が多すぎね。はっきり言って。森か。モンスターがいっぱいいそうだね。で、飯は自給自足だろ。楽しそうじゃねえか。楽しそう、楽しそう。なんかサブがありすぎるよな。着いたかな。で、あと何メートルだっけ、こっから。と !900 メートル無理だもん。これもうチョコボでしょ、完全に。あ、そういえば、たまにチョコボがね、人乗せて走ってるの見かけるな。ねえ、チョコボってもう乗った？私乗ってみたいな。いや、乗れよ。じゃあ乗ろうよ。ノクト。もう乗ってんだわ。ああ、イリスだけ赤チョコボだ。よっ、走れ。チョコボでも1キロって結構あるぜ。お前も来いよ。よっ。全然違くね。こっちじゃなくね。なんか全然行ってる方向と全然違うんだけど。これ道なりに行くの？絶対違うだろう。こっちじゃないだろう。そうだよね、向こうだよね、一応。ショートカットして、どうやって行くん。帝国の最小とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。あそこにどうやって行くん。あ、これか。よし、これを渡って、ウリ、それ、あと800メートルぐらいか。あ、ここだね。あとはもう多分これの道なりで行けば、多分平気な気がする。
なんなん、さっさとカエムの岬に行きたいんだけどな。風が気持ちいい。でもこれでファントムソード手に入れてもまだ5、6個目ぐらいでしょ。13の歴代の王の力の5、6個目と。なんか話が飛び飛びなんだよな、大筋の中に。よくありゃ行かない、モンスターハンターじゃないんで。走れ。あと何メートル？あと400。あれ、そっち？こっちいいんじゃない？ほら、ショートカットあんの。あと300。ここで降りろと。ありがとう、チョコボー。行ってみるか。行ってみますか。何が住み着いているか分かんねえからな。森か、変な虫いた。変な虫はいるだろ、森には。大体あ、ダメだ。探検がダメなのか、生息性がダメなのか。体験があんま好きじゃないんだよな。みんな強いね。え、そうかな。うん、すごいよ、かっこよかった。惚れた。よく言われます。なんか珍しそうなものありそう。あえー、よ。やっぱ探検がいいな。探検が使いやすいや、一番。あー、効かねえな、やっぱ。どうしよう。ファントムソードにするか。ファントムソード効くの。お、行った。とどめかな。よし。ん？水の音がする。川が地形みてえだな。マジか。魚いねえかな。また敵かい。釣りマニア。釣ってる暇ないから。さてどうする。よし、あとはこの辺か。まだいるか。 OK。 さすがイリス、回復してくれる。またいるわ。おりゃ。油断禁物ってね。ほい。お、シルベ発見。なかなかキャンプに最適な場所じゃねえか。なんで嬉しそうなんだよ。ノクト、どうする？ここなら休めるか。いや、休ま。行きます、このまま。気をつけろ。流れだぞ。この靴滑るかも。敵がめっちゃいんな。でも改めて見るとニューダンジョンだね、ここ。綺麗だわ、とりあえず。頑張ってって。危ない。何が危ない。サンキュー。これで決めよう。 OK。シフトブレイク。オッケー。いくぞ。クラッシュした。オッケー。
どうも。ありがとうな。時間かかっちまったな。かっこよかったよ、ノクト。やはりな。あれ？こっちじゃねえ。あれどこで？わかんねえ。どこ行くん？どこ行けん？こっち？え、行けねえよ、でもこっちも。どうやって行くんこれ。お、え？地図上にはこっちなんだけど。マップ。どういうことだ？あ、こういうことか。滝に打たれる修行でもして。こっちに道が続いてんな。とっとと先に進もうぜ。進んでんだよ、だから。この先は気をつけた方が良さそうだな。そうだな、嫌なよ。お、開けたとこにて、やっぱ捨てたお約束ってか。望むところで。アンダースナッチか。あー、ダメだ、やっぱ探検はダメだ。体験も微妙だな。槍はファントムソード、なんかそこまでも食らってないね。どうしようかな、体験でいくか。じゃあもうイーディス回復して。終わりじゃないだろ、まだ全然。バックアタック。まだ半分いかないぐらいからダメ。イリス、やべえ。大丈夫か。危ねえ。なんとか。負けない。よっ。よっ。おお。やばい。回復をくれ、イリス。イリス。回復。え、回復してくれよ、イリス。あ、召喚できる。来た。少しまずい状況。ラムーだ。召喚獣がすげえ強いよな、フィフティーンは。サバキの光。つえー、見てみよう。あったじゃん、お宝。なんだこの総召喚獣の強さは。ホテルのベッドにダイブして。うん、一緒にダイブして。悪いけど今日はキャンプ無理だわ。イースと一緒に。歴代の王の力。5個目ぐらい？この王のバックグラウンドの話が欲しいよ。やっぱ。やったじゃねえか。苦労してびしょびしょになった甲斐あったね。改めて帰るの岬に向かう入り口に戻ります。カステレオショップでアルバムを購入すると車で聴ける音楽が増える。なお車内で曲を選ぶときなんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃらと。チョコボ呼んで戻んだっけ。これ普通に戻れなきゃ。レガリアのとこまで戻るとはなかったっけ。ないわ、本当にないの。あった。
よし。今からよそうよ。暗くなったら危険だよ。え、まだ15時でしょ。よし、出るか。よし。了解。これでようやく行けんかな、カエムの岬に。よくこう後ろを見るよね、この体勢。すげえ可愛いけど。あと何キロ？あと1キロか。まあ別にそこまで遠くないって感じかな。みんなオルティシアに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえの。あ、そうだよね。イリス、どうかした？ううん、いいななんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はあ、カエムに着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。うん、曲が合ってね。でも綺麗だね、FF15 は。そろそろ休憩しねえか。ストーリー性がやっぱちょっと物足んない気はするけど。なるほどな。休憩しなくて。何かあったら大変だもんね。ああ、妹思いの兄だな。え、休憩すんの？本当に。狭かったな。それは悪うございました。かわいいね、怒るところも。兄さんが大きすぎなんでしょ。ルナ・フレーナ様がオルティシエにいらしてるそうね。アコルドで大丈夫ですかね。あの国ほとんど帝国でしょ。もう普通に向かうわ。海が近いようだな。ふわ、綺麗。いい場所だな。あと1キロ。うわ、景色最高だな。あー、この辺そうだ。超綺麗。すげえ綺麗だな。もう CG はピカイチだよね、 FF は。ねえ、大きな橋が見える。おお、立派なもんだ。本当だ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。美しいね、描写が。あれ一緒に見ない？どれ？いや、いいや。もうなんか一回目あそこ寄ってなんか特に何にもなかった気がする。ご飯係、いつもイグニスなの。ああ。兄さん手伝わないの？お？おお。ノクトは？ああ、たまに。たまに？な、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。大変じゃねえよ、皿を出すのは。あとどんぐらいだ。
あと300、あ、もうすぐだね。ここ、イグニス、お疲れ様。あ、タルコット元気だといいな。着いたか。着いたかな。立派な灯台だな。登ってみます。風は強い。シドニーだ。来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。終わってしまう。イリスとの旅が楽しかった。船はジージが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何さっさとやってくれ。思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくジージが泊まり込んで直すってさ。で船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？今思うとこれをなんかメインストーリーに入れるんだったら、そうは言ってもね、あの整備ができなくてなんか次持ってきてくれって話でしょ。手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。あ、モニカ？さすがは元久しぶりに出てきたな、モニカ。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石。この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。これミスリルが足んないから探しに行きましょうとか、そういうメインストーリーを入れるくらいだったら、なんか他のところのなんかキャラの掘り下げの話のストーリーを盛り込んでほしかったわ。まあいろんなのストーリーに入れたいっていう思惑もあるんだろうけど。ジージは船着き場にいるよ。で悪いね、私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ああ、ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。どこだ。タルコット、シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるって、うん、おじいちゃんの手帳にありました。はら、準備ができたイーストハンス。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？はいよ、ミスリルを探してくって話ね。ちょっと外してくれねえか。え？うん、じゃあ中にいるから。コンプリティッツ。さて、船の手伝いはお前らだけで。出た、これ謎の。ちょっと出かけてこようと思ってる。謎のグラディオラスが抜ける。意味が分かんない。これストーリーが引き止める。ストーリーで回収されねえんだから。いつもどんだよ。本編ですぐじゃねえが、なんで抜けたのかが、なんで抜けたんだっての本編で回収してほしいよ。本当にそのなんだっけ、エピソードオブグラディオラスでやるんじゃなくて、本当にマジで本編だけやってるとマジでな、なんで抜けたんだよっていう。おお、いいね、イースばっか映ってるよ。何これ、兄弟で仲良く。イースの写真が多いね、やっぱり。あ、これもいいね、プロンプト。はい、さあ、チャプター7、3人旅に入ったので、一回ここで切ろうかな。時間も、まあ1時間経たないぐらいか。
そんな長くなってもと思うんで、一回ここで切って次回からは三人旅、まあアラネアと一緒に戦うって感じかな。で、なんでグラディオラスが抜けたのか意味がわからんけど、本当に。お、ルーナ。滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。 U ターン後者負荷。2キロかい、遠いな。ショートカットしてな、どうにかできないもんかね。あれねえ、封鎖されてた。止められはしなかったな。あ、運転のあれか。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。あー、案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。あと1キロ。遠いな。すげえ坂道。あと1キロか。遠いな。あの辺でどう？記念写真。いや大丈夫っす。先急ぎさましょう。いらねえだろ。うん。敵かよ。めんどくせえ。手早く済ませよう。せ。終わり。逃げると爆発するぞ。おい。おい、終わり。行こうぜ。うん。車、なんか広い気がするよな。それ言っちゃう。さっきまで5人いたからね。あとデブが1人いなくなったからね。なんだよ。
なんだよ。どこに何がいるの。え、上から降ってきたんかい。終わり。出発しよう。よろしく。あと何キロ？あと700メートルか。またかよ。やべ、爆発する。終わり。準備はできているか。イエス。行こうか。あと何メートルだ。あと500か。まあ、すぐ着くかな、じゃあ。オッケー。気分転換にはなるな。メテオなくなって、レスタルム大丈夫なの？メテオがよくわかんねえし。なくなるとか嫌なんだけど。ラジオじゃ大丈夫って言ってるけどな。ファミレが遠いんで、ちょっとチョコを呼びます。よろしく。それ。なんだこいつ。ということで、まあ、午前中ももう終わっちゃうんで、時間もちょっと長くなっちゃったんで、ここで終わりたいと思います。アーデンだね。ということで、次回続きね、この続きからやっていきたいと思っていただき、ありがとうございました。